フォルクスワーゲンの中の一番小さいもので、本来は、エコノミーカーで、シティトランスポーターの目的で作ったものだと聞いてます。実はシビックにも R っていう種類の車があって、競技目的にも使う、箱レースなんかの時にも使うというような種類の車、それに準じたもんなんでしょうね。このエンジンはゴルフ用の中量の、大排気量じゃなくて中程度の排気量の車に使うために基本的には設計したものだと思われます。で、それをちょうど積み込めるから積み込んでしまえというので、パワーモデルを作ったということでしょうね。で、この車の目方が1トンとほんのちょっとね、1トンと10キロ、これはそうすると馬力あたりの重量は、1桁以下ですよね。だから7キロか8キロぐらいしか背負ってない、したがって足回りが良くてしっかり走るという性能さえ与えてやれば十分にスポーツカーになりうるというようなもんでしょう。で、これは乗ってみると乗り味は悪くないし、それからパワー感は十分あるし、ギアは6速もあるし、エンジンはフレキシブルだし、エンジン回転でもう2000回転も回してやれば十分なトルクを発揮するというもんで、かなり腕の悪いドライバーでも、強力な走りができるんじゃないでしょうかね。今時速100キロで3000回転、これはギアは6速です。ギア6速で、時速100キロは約3000回転ですから、かなり低めのギアを使ってますね。直進性とかサスペンションのセッティングいかがでしょうか。直進性はね、前輪駆動っていうのは前で引っ張るから、直進性はいいもんだって言うんですが、これはね、設計が下手だとね、直進性あんまりうまく保てないもんなんですよ。でも、もうワーゲンは前輪駆動を作って長いですからね、もうそんなことは宣告承知で、しかもあんまりピンシャンとこう取り戻すんではなくて、かなりこうおっとりとしっかりこう直進を取り戻す感じはなかなかいいと思いますよ。内装のしつらえとかはいかがですか。まあシンプルなもんで、こんなもんでいいじゃないですか。ね、で、もともとがこれはフォルクスワーゲンの中の最も経済モデルで、それにガソリンエンジンのゴルフ用のエンジンをつけてさあどうだというようなもんですから、中身がね、こう寂しいとかなんとかというのは二の次三の次の問題なんですね。ただ関心なのは、車がどんなにひねれても、それから今舗装の割合に古いところを通ってるんですが、ロードノイズは大きいんですけれども、こういう隙間から出るようなこう下級音というんですけども、擦れたりねじれた時にこう何かとこう摩擦を起こして発する音とか、そんなのを感じさせられるのはね、ドイツ人らしい、ドイツ人の作りらしいもんだなというふうに思いますね。僕はスポーツシートってあんまり好きじゃないんだけども、これは割合に高速性が高くないから、こう踏んじばられたような感じはしないから、これはこれで、なかなかいいもんですね。それからバックレストの硬さ、それからヒップを受ける、まあ僕は体重が少し多いったって、まあドイツ人ほどは多くないんですが、お尻の一番膨らんだところのクッションがちょっと柔らかいから、もう少し硬くてもいいかなと思う程度で、しかし好印象のもんですよ、このシートは。通常こう高いじゃないですか、これ実用車ですからね、もともとはスポーツカー的に使おうっていうもんじゃないですから、このブカブカぶりはいいですね。後ろのカメラマンだって今日はあんまり文句言わないで済むんじゃないかと思いますよ。僕はね、一番簡単なスポーツチューニングというのは、小ぶりのボディに大きめのエンジンをつけるということで十分こと足りると思うんですよ。小さいエンジンをハイチューンして、
ターボチャージャーをで火球をする、もしくは、火球機を いろんな火球機を使って火球をしながら出力を上げていくなんていうよりは、ノーマルアスピレーションのごく当たり前のエンジンを、乗せて、そして信頼性と、性能の両方で満足させてくれるようなものというのがいいんじゃないでしょうかね。どうしても気になることって言ったら値段でしょ。1トンあるかなしの車に、1.6 リッターのエンジンを乗せました。足回りはそれに準じたようなチューニングがしてありますというんで、この値段っていうのは少し高すぎやしないかなというふうに思いますね。どれもありもので、作ったもんなんですから、もう少し安くてもいいんじゃないでしょうか。いいね、高速での印象もいいし、それでこの踏ん張りの効いた足が適度に柔らかさを持ってるっていうところがね、いや、国産車一生懸命作ってるエンジニアには申し訳ないけれども、勉強不足かなと思いますね。この頃ドイツのエンジニアがまた日本の機械技術者を少し上回り始めたんじゃないかと思って心配なんですね。今日は路面が滑りがちであまり無理なことはできない状況なんですが、それにしてもこれにしてもね、よく補足しますしね、路面は。フォルクスワーゲンっていうのは国民車っていうぐらいだから、エンジンには大した凝った腕前は見せないだろうと思うと、そうじゃなくて、昔のもの、今から15年20年前までのエンジンは信頼性は高かったけれども、芋エンジンでしたよね。垢抜けたところはなかったですよ。ところがこの頃は、オートバーンを買っ飛ぶのに、例えばルポの場合でも小さな排気量のエンジンながら、トルクフルなエンジンが出てきて、でこのエンジンもなかなかしぶといエンジンで低速からいいトルク出しますね。いや、日本ではね、やっぱりマニュアルは渋滞の時に、クラッチを踏んだり離したり、クラッチミートを丁寧にやったりするっていうのはもうとっても反射で厄介なんですが、これはクラッチペダルが異例に軽いですね。で、多分ドイツでもね、この頃は渋滞が始まったんじゃないかしらね。で、できればですよ、1,2,3 だけがオートマチックで、4,5,6 とマニュアルで操作できたらさぞかし楽しいんじゃないかと思いながら乗ってんですが、まあ、しかし、よく粘るエンジンですし、3速を入れておけばスタートが終わってしまえば、あとはもう3速1本で時速100キロまで軽々と引っ張っていきますからね。使い方ではオートマチックと同じように使えるかもしれませんね。しかしこのエンジンが本当にいい気持ちで仕事をしてくれるところはどのぐらいかっていうと、3000回転以上、4000回転ぐらいのところはとってもいい気持ちの領域ですね。いい感じのブレーキですよ。今度少し強いブレーキを踏みますからね、カメラさん気をつけてね。この真綿で締め上げるような、真綿なんたって今わかんないかな、こう伸び縮みする、細紐で締め上げるようなブレーキのかかり方ってね、いいじゃないですか。